どうもごきげんよう、コメンです。前回に引き続き収録しております。まず研究所の所長さんとお話をしないといけませんね。気合が入るよね。アンジャナフ、そうだ、倒さないといけないのはアンジャナフだ。特殊装具、飛びかがち、隠れ身の装備、はい、まあ動画を見なくても使ってみりゃいいでしょう。次の任務は飛びかがちの狩猟ですね。場所は古代樹の森か。そもそも私は飛びかがちっていうやつを知らないんだが、誰が飛びかがちって。電影走るは飛びかがち、え、これも大型モンスターなの。また魚系のモンスターか。不安があるけれども、まあまあ大丈夫でしょう。君に面白そうなやつって言われたらもう。これはアイテムボックスで装備するとのこと。アイテムと同じように使うことで一定時間の効果を発揮します。効果が切れても一定時間後にはまた使えるようになりますよ。要するにさ、あのギリースーツだろ。え、こっち、こんな足場の悪いとこいんの、やめてよ。ここ？全然魚じゃないじゃん。何この羽毛。メッサ狙われとる。早そう。弱点をまず探る。ちょっと待って、ちょっと待って。尻尾弱点っぽい。おお、早いな、早いな。なんか尻尾からトゲ飛んできそう、こいつ。ナルガクルガっぽいぞ、シルエットが。また一直線いくぞ、これ。おお、え、何？隠れる必要はなかろうよ。倒すんだからよ。ああ、電撃来そう。来るぞ。おお、めっちゃ逆立ってる。おっと、今尻尾は走行状態か。尻尾が弾かれてるわけではないね。できれば正面には立ちたくない。で、なぎ払いも来るから扇状の場所にも陣取りたくはないね。早いな。どこだ走行状態は。上半身か。うん、尻尾の裏側が弱点。うん、近づきたくない。ある程度の距離を取っていてもダメージは通るから、あぶねえ。待って待って待って、また来るぞ。正面には行きたくない。あぶねえ。お、放電したか。尻尾の逆立ちがなくなった。待って、放電状態は食らわなかったね。放電が溶けてから私食らうんだけど、やめてゆっくり。待って、支給品用の、あふぅ、応急薬食べておきたいね。応急薬食べておきたいって、これは飲み物だよ。
また来るぞ。あー、放電、放電じゃない、帯電です。あ、逃げる、もしかして。あいつ動きあんだけ早かったくせに移動だけはすごいのらりくらりしてる。え、どこ行った、あいつ。あれ、移動したよね、今ね。こっちか、オッケー。すぐ追っかける。ウォーフー。へえ、お前余計なやつに喧嘩っとんな。あー、なまー、なに、なんか飯食った後らしい、お前。あの、どうぞやってください、ご勝手に。頭も弱点っぽいな。あ、ふぅー。あー、帯電しちゃった。尻尾が広がったね。この時が多分攻撃力が非常に高い状態になってるはず。食らってないから分からんけども。何かあの帯電状態を解除する方法はあるんじゃないだろうかと思うんだが、音爆弾、閃光弾、そのあたりだよね。あと音もいいね。音、いや、音爆弾言うたやないか。鉄鋼榴弾という方法もあるだろうよ。つーわけで、うふぅ。ちょっと待って。 OK。よし、頭いった。あれ、逃げた。来いよ、ちょっと。またお前たち。あらら、ちょっと遠いな。まあ、争ってくれるのは一向に構わんけどさ。あ、あ、あいつ麻痺してたのか今。やっぱ尻尾の裏側弱点だね。おおおおおお、弱ってるっぽいぞ、弱ってるっぽいぞ。オッケーオッケー。あら、寝る前でしたか。そいつは残念。もう帯電する元気もなさそうだね。お、したしてなさそうだよ。帯電できてないね。
尻尾が発電機関だったか。なれば尻尾を優先的に破壊したのはなかなか有効打だったのではないだろうか。あふん、ただ飛びかがちさん、あなたね、起爆榴弾だっけ、あれ使われてないのあなたぐらいです。よーい、綺麗に決まりましたね。気持ち悪い、何これ。今のは何、隠れるチャンスだったってこと、そういうこと。いや私はそのまま狩猟したいんで。まあああいうタイミングが使い時っていうところなのね。逃がさない。あ、待って待って、帯電できてないんだよもう君は。あいつが眠るのを待つか。あ、間違えちゃったん。足跡取りたいだけだったな。グッモーニー。はい、終了。君は最高だな。マジっすか。来てくれ、ご機嫌。あ、はい。めっちゃ成長してるやん。大きくなったよ。植生研究所。なるほど。昔で言うところの畑的な感じかな。あ、やっぱりこういう類のものしか増やせらんないよね。でも蜂蜜増やせられるのすごいね。これはぜひとも。収穫個数2個。1個登録して2個収穫できるってことかな。なるほど。肥料は？なるほど。ポイントを使ってか。はあ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 。虫寄せゼリー。効果時間 3クエスト。はい。じゃあ、ぜひともよろしくお願いします。
で、緊急クエストね。何ですか？なんか呼び出し食らいましたね。ちょっと行ってみましょうか。よし。うん。おっと。気合い入れろよ。それじゃ、拠点守護の総仕上げといくか。いける。うん、なるほど。もう出てるのかな。オッケー。森の暴れん坊アンジャナフ。なんか大詰めって感じがするね。あ、今まで星3だったのが星4になってる。うん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 。行けそうな気するけどね。じゃあまあとりあえず今回はここまでにしておきますか。それではまた次回よろしくお願いいたします。